はい、こんにちは。日本海各洞窟沢です。アブシャン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。明日ですね、11月11日土曜日、拉致被害者署名活動を行います。お手伝いよろしくお願いいたします。今日は久しぶりに雨降ってますけれども、明日は、やむみたいであります。11月19日日曜日、外国人実習制度廃止デモやります。ご参加ください。こちらも今のところ雨降らない予報が出ております。河野太郎デジタル大臣が弁護士使って配達証明郵便でですね、2年前にお前が書いたこの記事を削除し謝罪しろって、いう期限がですね、今日11月10日なんですけれども、もちろん従う気はありません。なんだ謝れちゅう、誰に向かって物言ってんだって話なんでね。大臣だからって人に命令できると思ったら大間違いですよ。書いた記事消せってナチュラルに言論弾圧じゃない、これ。憲法13条に反しない、デジタル大臣がデジタル言論を弾圧していいのかって話。顧問弁護士さんね、相談したらでっかい相手だね、にやりってなってました。こっちから仕掛けてもいいのかな。強要すんな、謝れっていうことでね。何命令してんのっていう話でね。ちょっと変なのがですね、こういうのにつきものの、削除し謝罪しろ、出なければこうするっていうのがなかったんですよ。出なければ訴えるっていうんだったら告知ですよね。その通りにすればね。出なければ、訴えるぞっていう部分がなかって、ただ命令してやがる文章でした。これ、強要になるんじゃねえのかな。だって私がやる必要がないことをやれって言ってんでしょ、あっちは。強要罪じゃないのかな。ちょっと今は考えております。増税政権、16歳から18歳の扶養控除をなくす方針だそうであります。負担増えますね。世論、少子化促進政策ですね。これで異次元とか笑える。こういうのは簡単に廃止するくせに消費税は廃止にしない。38万円の控除を縮小して児童手当は何万円。岸田は日本を滅ぼそうとしている国賊と。日本人の子供減らして外国人いらっしゃいってか、16歳から18歳の時にこそ支援が欲しいんだが、負担増になるのは間違いない全体で。民主党政権、子供手当開始、現在はなんやかんやって15歳まで1人当たり月1万円。まあ、義務教育の期間ということね。年に12万円。その代わりですね、扶養控除なしになってる。この期間は。民主党がやった仕分けもですね、全部財務省の筋書きだし、5% を 10% にしたのも野田政権だし、当然これも結果的に負担増、増税になってんでしょ。まあ、いろいろ考えると全体で負担増になってんでしょ。今回ですね、子供手当を18歳まで延長し、扶養控除なくすって言ってんですけど、まあ、18歳までは月1万上げましょうって言ってんですけど、どうせ結果的に国民の負担が増える増税になってんでしょ。財務省と増税内閣が税負担率減らすことするわけないもん。増えてんでしょ、どうせ。増税内閣がやった、これからやる、負担増がこちらであります。16歳から18歳の扶養控除縮小、森林環境税新設、所得の壁問題とか言って106万円までの無税を外そうとしてる。少子化対策支援のために、社会保険税増税する。年金支払い期間5年延長で100万円負担増。増税メガネのあだ名は伊達じゃないですな。もう支持率上がりっこねえから、こんなんじゃ財務省はね、あれだよ、増税メガネにできる限りの増税させようと死に物狂いになってくるよ。来年9月まで。11月9日日本学術会議のあり方を考える有識者会議開催。国から突き放してですね、民間組織になる流れ、みたいであります。世論です。民間にしろドアホ、まだ税金にたかる気か。六本木のビルを今後も使うなら家賃納めさせないと。とりあえず代々木の共産党本部に曲がりしたら独立法人ってことは税金で運営されず自分たちで運営費稼ぐってこと。海外のアカデミーは民間が多いけど、
会費や寄付と出版物で運営費出してるようだと。有識者会議ではこんな意見も出たそうで、民営化すればメンバー好きに選べるよ、税金以外からだけじゃなく、税金からだけじゃなく好きに稼いで好きに使っていいんだよ。なるほど、ウィンウィンだな。こいつらね、ここに手を出せば内閣が倒れるぐらい、立派なね、組織だったら、まさか金に困ることないでしょう。ないでしょう。会員募集して会費で運営してもよし、学会とかやってお布施もらうもよし、出版物売るもよしと。二言目にはね、学問の自由ガーとか言ってたんだから、もっと自由になる民営化にまさか反対しないよね。まさかね。今日の単身です。細田衆院議長、亡くなりましたね、79歳。体調不良を理由に議長を辞めますって言って、しばらく引っ込んでたんですけど、79歳でお亡くなりになりました。安倍派は、元は細田派で、だった、清和会。で、安倍派に名前、変わりましたけれども、一人減っちゃったね。松野官房長官。記者会見で正式に総理や閣僚の昇給分を国庫返納すると発表。来年からはだんまり決め込んで普通にもらうんでしょうね。ほとぼり冷めっからね。立憲のバカ小西博之、しばらく見ないなと思ってたらですね、木原稔防衛大臣が国会議員控室に教育直後を貼ってたことについて、どういうつもりだって噛みついてました。国会で親孝行しましょう、兄弟姉妹仲良くしましょう、友達を信頼しましょう、夫婦はむつまじく、学業を頑張りましょう、社会の役に立つ人間になりましょう、国家に尽くしましょうの何が悪いんだか全く不明ですね。何が悪いんだ。バカ小西はですね、親孝行せず、兄弟不仲、友を信ぜず、夫婦不仲、学業頑張らず、社会の役立たず、国家に尽くさずをよしとしてんですかね。そんなのは反社のやることじゃね。それに教育直後ですから、帝のお言葉ですから、帝によって取り消さない限り、生き続けております。ですんで、これらはですね、我々が今でも守る規範です。取り消されておりません。直は直でないと取り消せませんので、親孝行、皆さん親孝行してください。私はしてませんけれども私母親生きてんすけど、土佐欲で言ってもわかんねえし、目覚めにいいからできっけないんですよね。友達を信頼しましょう、夫婦睦まじく、学業を頑張って国家に尽くしましょうを、皆さん頑張ってください。これはまだ生きている日本人が守るべき勅命であります。ですんでね、これに噛みつく小西は朝敵っていうことになりますね。朝敵、国賊とは言われてたけど朝敵ですね。王毅外相、日本は具体的な行動で中日関係改善の姿勢を示すべきと。関係悪化させてんのはどっちだバーガーと大好評を博す。さすが世界一巨大なテロ組織だな。言うこと違うよな。常人にはさっぱり理解できねえな。災害で壊れて全国に放置されている太陽光パネル、それに含まれる有害物質は鉛、カドミウム、ヒ素など多数。2040年頃から一斉に寿命を迎えるんですけど、業者ちゃんと廃棄処分してくれるんでしょうね。外国企業が多いって聞くけど、儲けるだけ儲かったらとんずらするんじゃなかろうな。そうされないようにですね、なんか担保となるものを抑えておくのが縁でないの。処分代にかかる見積もり先に払っとけってね、金先に政府がもらっとくとかね。日本人の性善説は外国人には通用しませんからね。茨城県、81歳女性が運転する車が車線をはみ出し対向車と正面衝突、両者とも命に別状はなし。鞭打ちとかにはなったみたい。女性がブレーキを踏んだ形跡なしと。なんだろうね、ぼーっとしちゃったのかな。メキシコ政府、大阪万博不参加を表明。大統領選を控えてですね、参加予算が捻出できるかどうか不透明だそうで。そういえばですね、経産省が750億円の
追加予算認めてありましたけれども、当初の、あの予算の 1.9 倍になっちゃってるんだってね。あれもこれもあれもこれもっつってね、2300億円ぐらいになっちゃって、であの経産省がやむを得ない、もう間に合わないっつって750円追加予算認めちゃいましたけれども、詐欺で逮捕された頂き女子、人生が充実しているおっさんからお金を引っ張るのは難しい。そりゃそうか。ああだよな。モテてるおっさん、人気者のおっさんからお金引っ張るのは難しいわな。令和支持者、蒼井優さんは令和を支持しています。蒼井優さんの事務所、そんな事実はありません。なんでそんな嘘つくの、令和の人は。秋田県鹿角市、山中で測量していた40代男性が熊に襲われ腕に怪我、これで今年に入ってからの秋田県の熊被害は67人ということ。秋田県能代市の能代高校のテニスコート側の木に熊が登って7時間居座り、猟友会が爆竹を使って追い出し成功。体長50センチだったんで撃たなかったんですかね、小熊。まあ、あの見た目は可愛いだろうけれども、まあまあ、あの高校にも出没するようになっちゃった。 EU 政府、 YouTube やその他のプラットフォームに対してですね、子供を守る取り組みを説明してくれ、今後はますますですね、子供の教育に悪いな、動画はですね厳しくなりそうだな、大食いとか辛いもの食いとかコーラメントスみたいな危険なチャレンジは今後はあの厳しくなるだろうな。ラファエルっていう人がですね、日本刀であのペットボトル切った動画がやられてました。子供が真似したらどうすんだってことなんすかね。私もあの子供の教育に悪いようなことは、言わないようにしないとなって、いう感じであります。というわけで11日の署名活動お手伝いよろしくお願いします。19日外国人実習制度廃止でもご参加よろしくお願いします。デトックスジャパン。